こんにちは、スタイルハウス編集部です。スタイルハウスの YouTube では今話題のアイテムや編集部員が気になっているアイテムを姉妹サイトのバイまで実際に購入してご紹介しています。今回は最高の通勤バッグを探すため通勤バッグ決定戦と題して、通勤バッグとして使える A4 サイズのトートバッグを8点取り寄せました。中身を入れたい時の重さ、持ちやすさ、素材感やコスパなど様々なポイントから本当に使える通勤バッグはどれかチェックしていきたいと思います。今回バイマで買ったバッグはこちらです。価格帯ごとに分けてバイマでも特に人気の通勤でも使えるトートバッグをピックアップしました。合計8点購入し、総額30万円以上のバッグをお取り寄せしました。8点を一気にレビューするのは量が多いので、前編後編に分けて4点ずつバッグをレビューしていきます。今回はこちらのロビンメイ、ピクシーアックス、マルニ、ジャンニキアリーニの4点をレビューします。今回最高の通勤バッグにふさわしいかを判定するためにチェックする項目は6項目です。価格、デザイン素材感、機能性、収納力、重さ、持ちやすさをチェックしていきたいと思います。まずは1万円台のお手頃価格なバッグから見ていきましょう。ここ最近バイマでは台湾ブランドの注目度が高まっているのですが、今回はその中でも特に人気のロビンメイというブランドのバッグを購入しました。まず価格から見ていきましょう。台湾ブランドのロビンメイは可愛いデザインなのに手頃な価格が人気のブランドです。今回購入したバッグも 14,290円とお手頃な価格でしたよね。A4 サイズの大きめバッグだったから1万円台でしたが、ショルダーバッグなどは7000円台から購入できるものが多いですよね。はい、むしろロビンメイは1万円以下のバッグがほとんどなんですよね。空張り豊富なバッグが多いのも人気のポイントです。素材は PU レザーという合皮なので、お手入れもとても楽です。本革ですと水濡れに注意が必要なんですけど、合皮だと多少の間でも気にせずに持ちやすいので通勤バッグにはすごくいいですよね。デザインはシンプルですが、取り外しができるチャームがついているのがとても可愛いですよね。こちらのチャームですね、はい、なんかこれは取り外しができるので別なチャームをつけていただいて自分なりに可愛くアレンジできるのもいいですよね。通勤バッグとしてすごくいいなって思ったのが、取り外しできるショルダーストラップです。通勤バッグってどうしても重くなりがちなので、楽に持てるっていうのはすごくいいなって思いました、うん、とこのストラップすごく太めなので肩とかにかかる負担もなんか少なそうでいいですよね、はい、なんか PC を入れたりして荷物が重たくなった時って肩掛けや斜め掛けできるだけで重さの感じ方ってすごく違うなっていうふうに思いますよね、はい、通勤バッグなら重さも重要ですよね。ということで今回はかりを用意しました。重さを今回は実際に測ってみたいと思います。実際に持ってみた感じはそんなに重い感じはしないんですけど、何グラムぐらいになるんでしょうか。約1キロぐらいですかね、うん、なんかあんまりすごく重いわけでもなく超軽量ってわけでもないのかなと思います。付属品とかがついているのと、やっぱり中のポケットとかも充実しているので、うん、やっぱりその分の重さかなとは思います、はい、なんかショルダーで肩にかけちゃえばそんなに重さは感じないのかなっていうふうに感じます、はい、では今度はこのバッグが実際にどれぐらいの収納力があるか試していきたいと思います。はい、今回用意したのはノート PC ですとか、あとはお弁当箱など通勤の際に必要なものをピックアップして集めてみました。では早速入れていきたいと思います、はい、まずはノート PC、 こちらが13インチの PC ですと書類を入れていきます。結構ぴったりめですね。そうですね、あでもパソコンもちゃんと入りますね。そうですね、はい、全然窮屈な感じはなくすっきりと収まってます、はい、次に、お弁当箱入れていきたいと思います、はい、結構大きいお弁当箱なんですけど、こちらも結構町がすごく広いのでお弁当箱も入れることができました。そうです、ね、すっぽり入ってますね。すっぽり入ってますね、はい、あとは 500ml のペットボトルと、あとは
歯磨きのセットを入れていきます。はい、こんな感じです。 500ml のペットボトル入れても全然はみ出すことがないですね、うんうんうん、縦に綺麗に収められます、うん、で次に、ペンケースと長財布を入れていきたいと思います。これ横にしても入れられるんですけど、まあ、こうして縦にしても綺麗に入れられるので、どちらでも好きな方で収納できるのはいいなと思いました。最後にスマートフォンなんですけど、これは内側にあのポケットがここに1個あるのと、あと実はこっち側にも一つポケットがあるんですよ。ここにスマートフォンとか、あとはパスケースとか大切なものを入れていただくのがいいのかなと思います。これだけ入れても結構まだもうちょっとポーチとかも入れられそうですね。あります、はい、それではバッグを実際に持ってみましょう、うん、まずはこのようにハンドルで持ってみました。すごくエレガントな印象で素敵ですよね。はい、素敵です。やっぱゴールドの部分が光っていてすごい上品なイメージになります、うん、はい、ハンドルをこのように肩にかけて持っても余裕のある感じで持てそうですね。そうですね、取っ手の部分が十分スペースあって肩もにも十分かけられそうです。はい、はい、では付属のショルダーの紐 をつけてみると、はい、まず肩にかけるとこんな感じですね。やっぱベルトが太いのでいっぱい物を入れてもあの安心感がありそうですね。そうですね、はい、あとは斜め掛けにして体の前に持ってきてもちょっとカジュアルな感じになるんですけど、うん、おしゃれで可愛いかなと思います。可愛、はいはい、いいです。ロビン名のバッグ実際に見てどうでしたか？はい、いいなって思った ところは、予想以上にこの街がしっかりあって物がすごいたっぷり入るところがいいなって思いました。うん、あとはこのショルダーストラップ、結構こういうのって細いのが多いんですけど、しっかりこう太さがあって負担がかかりにくいっていうのはあの荷物の多い方にとってすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。なんか逆にちょっと気になるなっていうのは、はい、やっぱりちょっと重さというかそんなに超軽量っていうわけではないので、うん、やっぱりたくさん荷物を入れると少し重さが気になるのかな、ちょっと電車の通勤とかはちょっと大変なのかなっていうふうに思いました。うんうん、そうですね、確かにちょっと重さは気になるとは思うんですけれども、気になる方はこうショルダーバッグにしてみて、あのちょっと負担を減らしてみたりとかするのがいいと思います。あと個人的にはこうデザインもシンプルながらもこういうゴールドの色がすごい高級感あって素敵だなと思いました。うん、すごい女性らしくて可愛いですよね。そうですよね、はい、では次のバッグを見ていきましょう。今からご紹介するピクシーアックスも台湾ブランドです。ピクシーアックスも7000円台からバッグが買えるすごくお手頃なブランドですよね。はい、そうですよね。今回購入したこちらのバッグは 13,490 円だったので、先ほどのロビン名とほぼ同じ価格ですね。先ほどのロビン名は合皮でしたが、このピクシーアックスのバッグは牛革なんです。なんか牛革でこの価格っていうのはすごいお得だなって思いませんか？そうですね、そうですね。なんか革の感じもちょっと動画で伝わるかわからないんですけど、すごく柔らかくってくたっとした感じで、うん、すごい高見えというか高級感があるなというふうに思います。はい、そうですね。あとこのバッグのポイントなんですけれども、あの両サイドにストラップがありまして、うん、この中の部分が巾着のところとつながっているんですよ。あ、これですね、中に巾着があるんですね。はい、そうなんです。で、ここにストラップがあるんですけれども、ここを絞るとバッグの口部分が絞られるようになってます。なんかストラップを絞ると結構カジュアルというか休日にも使えそうな感じになって、うん、見た目の印象も結構変わりますね。そうですね、うん、はい、このバッグは中のこの仕切りのポケットがすごくいいんですよね。これです。大きいトートバッグだとどうしてもバッグの中で物が行方不明になりがちなんですけど、このバッグは完全にこの巾着とあとはこのこちらとこちらで3つに分かれてるので整理整頓すごいしやすいですよね。しかもバッグの底に鋲がついているのもとてもよくて、あの営業職など床に置く必要のある方には大事なポイントなんじゃないかなと思います。はい、それでは重さを測っていきましょう。はい、
なんかリアルレザーなのでもしかしたら重いのかなっていうふうに思ったんですけど、実際の重さは約700-800g ぐらいですかね。1キロを切るぐらいです。やっぱりレザーとはいえどちょっと薄めの革でちょっと柔らかくてクタッとしてるので結構軽いですよね。そうですね、やっぱ触ってみるとやっぱ質感が柔らかいっていう部分で、なんか軽いのもちょっと納得。そうですね、はい、ストラップとかこのハンドルも華奢なのでそのあたりも軽さにつながってるのかなというふうに思いました。それではこちらのバッグが、どれぐらいの収納力あるか試していきたいと思います。はい、先ほどと同じものを同様に入れていこうと思います。まずはお弁当箱から入れていきます。中にこちら の巾着タイプの仕切りがあるのでここに入れていこうと思います。であとはスマホですね。中にこのポケットがあるのでここにきちんとしまうことができます。であとはお財布とか貴重品類とかこの中にもまとめて入れられるのですごく便利だなと思います。安心ですね。安心ですね、はい、であとは気になる A4 の書類、はい、これもこちら側にちょうどぴったりですね入れることができました、はい、であとはノート PC、 これもこっちに入れましょうか、はい、こう仕切りが3つあるので、おーすごいですね、はい、こんな風に、はい、綺麗に収納することができます。結構すっきり入りましたね。そうですね、はいはい、あとはこういう歯ブラシとかちょっと細々したものもここに入れちゃって、これもギリギリ入りましたね。入っちゃいますね、はい、全部入りました。ちょっときついですかね、ペットボトル入れちゃうとなんですけど、ノート PC とやっぱり A4 書類がきちんと入るっていうのはやっぱり通勤バッグとしては合格かなと思います。はい、それではこちらのバッグを実際に持ってみましょう。まずはハンドルで手持ちで持ってみました。なんかちょっと小さいというか上品なサイズ感で、なんか小柄な方とかが持っても、はい、素敵な感じですよね。本当ですね、あとはショルダーがついているのでショルダーをこうかけていただいても、うん、あ、いいですね、ショルダーにかけていただいても、はい、通勤の時はこの形が定番になりそうですね、はい、あとはショルダーを体の前で斜め掛けにしていただいてもいいかなと思うんですけど、うん、はい、こう絞ってやってみても可愛いですね。またちょっと小さめのサイズ感になってちょっとカジュアル感が増して、うん、デイリーにも使いやすい感じ。そうですね、休日用にも良さそうですね、はい、じゃあピクシーアックスのバッグを実際に見てどうでしたか？そうですね、すごいいいなと思ったのはやっぱりこの価格でこの高見えというかこのレザーの質感はすごいお得だなって思いました。でちょっと気になるのはちょっとクタッとしてて、こうやっぱり高級感あるんですけど柔らかいので、こう物を入れる時とかはちょっと整頓が、まあ、中に仕切りあるんですけどちょっとぐちゃっとなりやすいのかなっていうのも少し思いました。そうですね、私このバッグでいいなって思ったのはここのストラップのところを絞ってまた違う形のバッグとしてこう楽しめる、うんうん、二通り楽しめるっていう部分がすごく感動した部分でした、はい、すごい巾着で絞るとすごいキュッとなって可愛いですよね。可愛いですね、うん、こう仕事だけじゃなくてデイリーにも使いたいバッグだなと思いました。そうですね、では次のバッグも見ていきましょう。続いてはこちらのマルニのトートバッグを検証していきます。マルニのお手頃なラインだとマルニマーケットのバッグがすごい人気ですよね、はい、でも実は今回購入したこちらのトートバッグもこれマルニマーケットではなくマルニのものなんですけど、バイマなら 2,3 万円台で買えてすごく人気なんですよね、うん、縦長と横長のタイプがありまして、バイカラーになっていたりロゴのデザインもバリエーションがたくさんあるので、うん、選ぶのもすごく楽しいと思います、うん、形はすごくシンプルなんですけれども、なんといってもここのマルニのロゴとあとこのタグにもマルニの刻印が入ってるんですけれども、それがすごく可愛いですよね、うん、可愛いですよね。今回はこちらのブラックを購入したんですが、前後の素材が違っていて、こちらはちょっとツルツルしたツヤっぽい素材で、
裏がちょっとザラザラとした素材になっていて、このバイカラーの デザインもすごいおしゃれだなっていうふうに思いました。通勤バッグだからきちんと感はすごい欲しいけれども、だけどこなれ感だったりとか今っぽさ欲しいなっていう方にはすごくおすすめなバッグだと思います。素材はかなりしっかりしていて、実はレザーのところはこの持ち手の部分とこのタグの部分だけで、あとはセルロース素材っていうちょっと紙っぽい質感のすごい個性的な素材になっているので、なんか他と差をつけたい方とかにもいいのかなっていうふうに思いました、うん、そうですね。あとは中身なんですけれども、ポケットなどがなくって本当にシンプルなデザインのトートバッグです、うん、だけどすごくいっぱい入ると思います本当に街が広いんですよね。すごくたっぷり入るし、あとは縦長でしっかりとこの高さがあるので、荷物が多い方にはすごいぴったりだなというふうに思います。本当に見た目高級感があってかっこいい感じの見た目なので、うん、ちょっと重いのかなって最初パッと見た時、ね、私思ったんですけれども、本当に持ってみるとえってびっくりするぐらい軽いので、本当に通勤用としてはすごくおすすめのバッグだと思います。そうですね。ぜひ実際に持ってこの軽さを試していただきたいですよね。はい、それではこちらのバッグの重さを測っていきましょう。はい。なんかもう持った時点ですごい軽いのがよくわかるんですけれども、うん、おすごいですね。265g。さっきのバッグの3分の1、ね、半分以下ですよね。すごい軽いですよね。さすがです、うん、なんかあまり軽すぎると、うん、逆に心配される方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、取っ手の部分がレザーになっているので、うん、本当に心配なくしっかり持てると思います。そうですね、はい、なんかたくさん荷物を入れても持ち手がレザーっていうだけでやっぱりちょっと安心感違いますよね。そうですね、はい。続いてこちらのマルリンのバッグの、収納力を試していきたいと思います、はい、もう見るからにもうたくさん入りそうなんですけど、一応入れていきますね、はい、まずお弁当箱、持ちがたっぷりあるので、うん、はい、お弁当も横にならずに入れることができます。であとはノート PC と書類をまとめて入れちゃいます。すっぽりですね、本当にすっぽりで、はい、横幅もまだここに余裕がある感じです、はい、あとお水と、はい、歯ブラシ、はい、うん、あとはお財布とか、うん、あとはペンケース、スマホケースもこれまとめて入れちゃいます、はい、まだまだ余裕がありそうですね。ポーチとかいろんなもの入れられそうです、はい、全然入りますね、これだったら。なんか容量が大きい分ちょっと中身がこう移動しやすいというか、うん、ちょっとぐちゃぐちゃになりやすいっていうところもあるので、そこはこう、はい、中のバッグインバッグとか使ってもらうといいかなって思いました、はい、それではこちらのバッグを実際に持ってみましょう。はい、まずは手持ちで持ってみました。すごいやっぱり縦長で大きいので、はい、ちょっとかっこいい印象ですね。そうですね、かっこいいですね、うん、結構大きめでインパクトあるんですけれども、デザインがすごいシンプルなのでそんな違和感なく持ってる感じがあります。そうですね、はい、こうやって肩にかけても自然な感じですね、はい、本当にちょっとショッピングバッグみたいな感じですね、そうですね、雰囲気が。オフィススタイルにもちょっとモードなかっこいいスタイルにも合いそうですよね、はい、本当ですね、はい、こちらのマルニのバッグ実際に見てどうでしたか？そうですね、いいなと思ったのはやっぱりこの驚きの軽さがあるっていうところ、うん、本当に通勤としてぴったりだなというふうに思いました。あとはやっぱりデザインが縦長で、あとはこう艶もあってすごい高級感があるというか、かっこよくていいなというふうに思いました。ちょっと気になるのはやっぱりこう大きいバッグなので、中に少しこうポケットがあったり仕切りがもうちょっとあってもいいのかなっていうふうには思いました、うんうん、そうですね、まあ、仕切りが欲しいなっていう方は、まあ、ポーチとか持ち歩いて、うん、活用するのがいいかもしれないです。あとは本当にシンプルですけれども、すごいディティールにこだわってるなって思っておりまして、うん、もちろんここの前後の素材の違いだったりとか、うん、あと地味にここが茶色かったりとかして すごく、うん、シンプルながらも実は遊び心だったりデザイン性があるバッグだなと思います、うん、すごいこだわりが感じられますよね、はいはい、では次のバッグを見ていきましょう。
最強通勤トートバッグ決定戦前半の最後にご紹介するのはジャンニ・キアリーニのバッグです。ジャンニ・キアリーニといえばここ最近人気がすごい高まっているブランドですよね。そうなんですよね。手頃な価格とあとはすごく上品で年齢問わず使えるデザインが大人気ですよね、はい、今回は A4 サイズが入る定番人気モデルマルチェラの M サイズを購入しました。日本だと 36,300 円なんですがバイマなら2万円前後から買えるのでかなりお得だと思います。マルチェラといえばあのキャンパスとレザーの組み合わせっていうのがすごい可愛くてポイントですよね。そうですね。結構キャンバスバッグってカジュアルになりがちだと思うんですけどやっぱりこの黒いレザーのこの縁取りがあることで不思議とエレガントに見えますよね、うん、そうですよね。キャンバスもレザーも上質素材なので、うん、あの高見えしますよね。そうですね、はい、このバッグはポーチが付いているっていうのもポイントです。中にこういったちょっと大きめのポーチが入っています。細々したものはこのポーチの中に入れて整理整頓できますしあとはこれ単体でクラッチバッグにもできるっていうのもいいところかなと思います。なんかオフィスからランチ行くときとかこれだけ取り外してあのランチに出かけたりとか。そうですね、ランチの時に良さそうですね、はい、それではこちらのバッグの重さを測っていきましょう、はい、キャンバス素材とレザーのミックスなのでどのぐらいなのかちょっと気になりますよね、はい、約 700g ぐらいですね。すごく重いっていうわけでもなく1キロ切ってるので軽い方なんじゃないかと思います、うん、はい、うん、ちょうど持ち運びしやすい重さかなっていうふうに思います。ちゃんと肩にかけられるっていうのでそんなにいっぱい物を入れてもあの気にならないかなっていうふうに思います。そうですね、なんか負担は少ないかなと思います、はい、そうですね、はい、続いてこちらのバッグの収納力を試していきたいと思います。はい、街が本当に一番広いんじゃないですかね。そうですね、はい、一番広いと思います今までの中で。お弁当がすっきり入っています、はいはい、であとはノート PC と書類も横にして入れられますね、はいはい、うん、あ、ちょうどいいですね、うん、ちょうどいいですね、すっきり入ってます、はいはい、あとはお水とブラシケース入れます、うん、お水も横にすることなくこう縦で綺麗に収めることができます、はい、であとは残りのお財布とペンケースそしてスマホケース、あ、スマホですね、入れていきます。はい、全然余るぐらい入りますね。そうですね、結構余裕がありますね、はい、あとは閉める時もこうこれマグネットでこうやって閉められるのですごい物も入れやすいし、はい、これ朝に急いでる時とかすごいいいなというふうに思いました。そうですね、はいはい、あとはこの収納ポーチも活用できるので、うんうん、貴重品とか心配な場合はここに入れたりとかしてもいいかなって思います。そうですね、はい、それではバッグを実際に持ってみましょう、はい、まずは手で持ってみた感じです。なんか少しはい、手持ちの部分が長いので、うん、少しちょっと足首の下ぐらいの感じになりますね。あ、そうですね、サイズ感もすごい大きすぎず小さすぎずでちょうどいい感じのサイズ感に見えます、はい、肩にかけても余裕がある感じで持てますよね、はい、ありますね、はいはい、かわいいです。なんか色も秋色なので秋のコーデにもよく合いそうです、はい、そうですね、はい、こちらのジャンニ・キアリーニのバッグを実際に見てどうでしたか。はい、すごくいいなって思ったのはやっぱりキャンバスバッグならではのこのカジュアル感とあとはレザーのこの高級感その組み合わせがすごいバランスが良くておしゃれだなと思ったのとあとはすごい街がやっぱりすごく広いのでこれはすごいあの PC とか書類とか持ち歩く方にとってはすごい助かるなっていうふうに思いました。ちょっと気になる点としてはやっぱり、まあ、ポーチはついてはいるんですけど中にポケットがないのでそのあたりはちょっとご自身でバックインバッグとか持っていただく必要があるかなというふうに思います。そうですね、まあ、でもこのポーチあのついてるだけですごくお得感があるというか、うん、嬉しいポイントではありますよね。そうですよね、はい、なのでいっぱい活用はできそうだなっていうふうにも思います、うん、はい、はい、ということでまずはここまで4点のバッグを見ていきました。どれもそれぞれに個性があって素敵なバッグでしたよね。どのバッグが一番使いやすそうでしたか。そうですね、
やっぱ私が一番衝撃受けたのは丸2のあの軽さ。あ、やっぱりあれは丸2のバッグがやっぱり、うん、なんかみんな持った瞬間へーってなりますよね。なりました、うん、あと本当すごいいっぱい入りそうだけどバッグ自体が軽いっていうのがすごい安心感個人的にあります。そうですね、はい、いくら入れても大丈夫みたいな。なんか荷物にこう入れる余裕があるとやっぱり心もなんか余裕があるような気がしますよね。なんか私はあのピクシーアックスのあの牛革のバッグがすごい気に入りました、うん、はい、いや、あれ可愛いですよね。可愛いですよね、はい、なんかやっぱりこのリアルレザーの高級感っていうのは、うん、やっぱりその通勤バッグで持ってるとこうテンションが上がるというか、なんかオフィススタイルも上品に見えるかなっていうふうに思いました、うん、ということで今回は A4 サイズの入る通勤バッグをご紹介しました。近日中に残り4つのバッグを検証した後編の動画を公開予定です。8個のバッグをすべて比較して最後にランキングの形式でご紹介する予定です。ぜひチャンネル登録もお願いします。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。